こんにちは、トイハッピーです。今回の動画はこちら、妖怪メダルバスターズ第2幕鬼討伐きびだんご編です。はい、今回も2ボックス開封していきたいと思います。ホロメダルが前回に同様に増量と書いてあります。はい、全部で20種類、ホロメダルは8種類。さあ、この箱の裏の番号を見ると、こちらが39552605、そしてもう1個の方が39542605、55か54かですね。まあ、これは影響あるんでしょうか。同じ番号のやつを複数開けたことがないので、まあ、全てに当てはまるかどうかは全く分かりません。はい、そして開けてみてみると、1段同様に横向きで入ってますね。はい、今回のパッケージはこちら、青が基調で冬にゃんと青鬼、左上にはあやとり様。さあ、今回は20種類、キャンペーンメダルも1種類、今回ボスメダルが3枚です。例のごとく一番前から順番に開封していきます。今回こちらの耳の番号見えますでしょうか。ちょっと見にくいかな。4桁の4093です。例のごとく一番上から順番に開封していきます。かかってる、あ、出てきた。全部で12パックです。それでは順番に開封していきます。まず1パック目は土蜘蛛と洗いましょう。あ、洗いましょうだ。土蜘蛛もイラストがかっこいいポロですね。はい、続いてはセーラーニャンとあやとり様。あやとり様、あ、ボスメダル。セーラーニャンかわいい。これめちゃくちゃ強いらしいんだけど、ドログネヨーソローで手こずってる自分としてはまだまだ先なのかなというところです。3パック目はエンラエンラとマモジシ。あ、これもボスメダルだ。じゃあ、あとボスはもう一枚なんだ。青鬼。あ、それだ。オロチと洗いましょう。そして吹雪姫と洗いましょう。両方ダブり。あら、ダブっちゃった。なんか洗いましょう多いな。さあ、サクサクと行きましょう。続いては、あ、またセーラーニャンだ。そして無理壁、これは初めてだ。そして次はな、あ、無理と魔王獅子。続いて、あ、来た、冬にゃん。そしてキリン、ホロメダルです。そして、あ、青鬼。あ、ボス揃った。そしてエンラエンラ。はい、続いては土蜘蛛もダブリとキリン。さあ、ラスト1パック、最後は何でしょうよっ。おう、なんかセーラーニャンが多い。そして生ハゲでした。いや、ワンボックスコンプはできなかったですね。さあ、続いてもう一ついきましょう。こちらの2ボックス目いきたいと思います。はい、そして耳の番号ちょっと見づらいんですけど、2086です。さあ、こちらも一番上から順番に開封していきたいと思います。ぜひね、コンプしたいとこなんですけどね、揃うといいな。さあ、一発目はなんだ。お、ロボニャンとコマジロウ。
続きましては、お、花ほじん来た、ほじほじ。ということは残りはほろ3枚。いや、なんかいけそうな気がする。続いては、はい、セーラーニャンと満を持し、あともう少しってところで揃わなかったりするんですよね。お、これは、あ、ロボニャン F 型とあやとり様。いや、なんかすごくいい組み合わせ、ボスメダルとホロ。いや、これなんかすごくいいな。続いてはマンオジシとキジニャンだ。おお、来た、キジニャン。キジなのか猫なのかよくわからない。でもこれ桃太郎シリーズ全部いるんですよね。はい、続いてはコマジロウと花穂人。さあ、サクサクと行こう。これはロボニャンとセーラーニャン。あー、猫系、猫系っつっても全然種族違いますけどね。さあ、続いてあと1個なんだけどな。これは、あ、あ、来た、もしかして無理壁とコマさん。おお、コンプできた。でもはぐれと呼ばれるやつらが出てこない。まあ、あれはもう出たらラッキーですもんね。満を持しとジーババン。さあ、残り3枚。さあ、コンプはしたので一段落。あとははぐれが出たらラッキーで、セーラーニャンと青鬼。お、さあ、あとはスターパック。ほい、あやとり様、多いな、コマジロ。さあ、ラスト1個、あやとり様の顔を切断。ほい、最後はほい、キリンと無理壁でした。あー、なんとかコンプはできて非常に嬉しい。だけどはぐれなんですよね、問題は。ただこのね、レインボーは1段はレインボーで、まあ、顔の輪郭とか中の線が緑なのがはぐれだったと情報をいただきましたが、これもレインボーで中の線は緑なんですよね。でも全身を見てみると、このレインボーははぐれではないっぽいんですよね。なんか絵柄を見ると全く一緒だよ。そうなんだよね。はぐれがあるかどうかも、まあ、当然ながらパッケージには書いてないのでちょっと謎です。もし分かる方いたらコメントいただけるとありがたいです。細かな色が違うのかなと思ってちょっと凝視してきます。編集中に友達からこれははぐれじゃないのっていうのでちょっと借りてきました。なんか出たらしいんで借りてます。この冬にゃんのレインボーがはぐれですよね、きっと。うちが出たのが左側、借り物が右側で、まあ、耳もちょっと持ってきてくれって言ったら3075ですね。ただこれどこに入ってたかちょっと定かじゃないけど、後ろの方にいたっていうことなので、まあ、参考までに話半分でよろしくお願いします。というわけで、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。